どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、恐竜バスボールを見ていこうと思うんですけど、いや、これね、どこで買ったかね、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃって、家に帰ってね、調べてみます。わかったら、テロップで、この辺に書いておきますね。そう、このバスボールの、このね、パッケージのイラストがね、めちゃめちゃかっこいい、迫力のあるね、イラストになってて、中に恐竜フィギュアが入ってるんですけど、どの恐竜が出てくるかわからないタイプですね。で、マスコットは全部で4種類。まあ、少なめですよね、4種類なんで、コンプしやすいかな。で、香りなんですけど、桃の香りとなってますね。で、くるっと回して、後ろにラインナップが書いてます。ティラノサウルス、プテラノドン、トリケラトプス、ステゴサウルスの4種類。ちょっと変わった恐竜とかはなくて、まあよくあるね、こちらも4種類となってますね。ラインナップが4種類なんで、5個買えばコンプできるんじゃないかなって思って5個買ったんだけど、いつも結局被っちゃってね、コンプできないんですけど、いやまあ4種類だったらね、なんかワンチャンいけるような気がするんですけどね。で、まあ、袋から、取り出します。ピンク色のバスボールですね。はい、香りの方。あ、桃かなこれ。桃かわかんないですけど、まあ、いい匂いはしてます。では、残りも、袋から取り出して、おいおいおいさんで、ここにチャポーンと入れていきます。では、恐竜フィギュアが出てくるのを、待っておきたいと思います。恐竜フィギュア一体出てきました。では、取り出して、残りももう出てきそう。なんかでも茶色ばっかり見えるんだけど、大丈夫かな？これめちゃめちゃ被ってるんじゃないの。いや、怖い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 。いやー、本当にちょっと危険な、ちょっと危険な状態かもしれません、これ。めちゃめちゃ被ったかも。あ、出てきた！あ、よかった！違うの出てきた！出てきました！あ、はい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 。出てきましたよ、これ。ん？これは？これこれ。あれ？かぶってる。え、残りもだよ。残り2体も、多分これ、同じですね。まさかのまさか、4体かぶってる。とりあえずちょっとで、ね、洗ってきます。取り出した恐竜フィギュア洗ってきました。で、トリケラトプスは立たせれそうなんだけど、ティラノサウルス4体、いや、同じのまさか、4個も出るとは。これね、立たせれそうにないですね。足ひょろひょろだしね。ね、コテと倒れちゃいますね。このバスボール、ティラノサウルスの数が異常にね、いっぱいあるとかってことはないと思うんですけど、5個買って4個出るっていうね、悲惨な結果になってしまいましたね。では、まずはね、トリケラトプスから見ていきます。トリケラトプスのフィギュア、さっき測ったら、全長約3センチぐらいでしたね。アニアトリケラトプスを横に並べると、はい、こんな感じ。めちゃめちゃちっちゃい。めちゃ可愛らしいね、サイズになってますね。でもパッと見てもトリケラトプスってわかるぐらいのね、しっかりとした形にはこれ一応なってます。で、バスボールで割と最近ご紹介したこちらの、藤井康文さん監修の恐竜炭酸入浴料のフィギュアの、トリケラトプスですね。こちらと見比べようと思うんですけど、サイズはね、多分ね、同じぐらいなんですけど、細かい塗装に造形がね、めちゃめちゃ良かったんで、これよりはちょっと劣るんじゃないのかなって思ってるんですけど、横に並べるとね、サイズはね、あ、今回のやつの方がちょっとちっちゃいですね。で、あと、なんだろう、このお腹のところとか、どちらもシワがあるんだけど、なんだろう、やっぱりこの藤井康文さんの方が、監修してる方が、かなり細かいリアルな、感じのね、迫力のある形にはなってましたね。単色じゃないからね、余計なんかこう、かっこよく見えますね、こっちの方がね。近くで見ていきますね。今回出た、トリケラトプスのマスコットなんですけど、単色、ちょっとグリーンっぽいね、カラーになってて、で、トリケラトプスの特徴的なこの3本の角があってね、ちょっと上に反り上がってて、かっこいい。で、大きなフリルがあって、目がね、優しい目になってるんですよ。いや、この塗装はすごいよくできてるなって思いますね。で、くちばしがあって、造形もね、藤井康文さん監修のやつより、少し劣ってるって言いましたけど、バスボールのマスコットとしてはかなりね、クオリティが高い方ではあると思いますね。
はい、で、がっちりした体、このお腹のところのね、この皮がたるんだ、造形とかもちゃんとあるんですよね。で、短い足に、爪のところとかもね、ちゃんとありますよ、形は。黒色とかにね、細かい塗装の塗り分けは当然ないですけど、ね、よくできてる。で、尻尾くるんとこう、ちょっと横に曲がっててね、動きのある形になってますね。中に入ってたね、恐竜のマスコット、なんか思ってた以上にクオリティはね、高かったと思いますね。藤井康文さん監修の恐竜炭酸入浴料の、マスコットのクオリティがちょっとね、高すぎるだけだと思うんで、いや、これは、バスボールの、恐竜のマスコットの中でも、結構上位じゃないですか。うん、なんかしっかりした作りになってましたね。ではね、ちょっとひどい状態になってますけど、ティラノサウルス見ていこうと思います。これね、全部同じです。全く変わんないですね。全部同じです。ではこちら、アニやティラノサウルスを、横にね、並べると、はい、こんな感じですね。かなり小さいサイズ。アニやティラノサウルスと色結構似てますけど、なんかね、ちょっとね、やっぱ違いますよね。藤井康文さん監修の恐竜、炭酸入浴料でもティラノサウルス、ラインナップであったんだけど、僕出なくて、アロサウルスは出たんで、こちらとちょっとね、大きさ比べますね。多分ね、同じぐらいだと思うんだけど、あー、ちょっとちっちゃいですかね、今回のやつの方がね。はい、で、前から見ると、幅も全然違う。ね、後ろ足の太さとか全然違いますね。あと頭の大きさも、めちゃ可愛らしいサイズに、これなってますね。ティラノサウルスの色は、ちょっと明るい茶色カラーになってて、で、目のところ、黒色に塗装されてますね。で、頭の形が本当にこれ微妙。微妙だな、この口とか、ちゃんと歯ね、作ってくれてるんだけど、いや、なんかこの歯を作ったせいで、なんかおかしなことになってるんですよね。なんかここの歯茎がすごい分厚いな、これ。で、皮膚ですね。ザラついた皮膚にはなってるんですけど、これ柄じゃないよね。なんか変わった模様のような皮膚になってて、首に前足、後ろ足の付け根とかこの辺ね、シワシワになってて、この辺の造形がいいんですよ。なぜかめっちゃクオリティ高い。で、前足ですね。わかんない。前足のこの指わかんない。なんかこっちは3本あるように見えて、こっちは2本に見える。サイズが小さいからね、なかなか綺麗には作れませんよね。で、がっちりした後ろ足のところ、こう筋は入ってますね。はい。で、下のところちょっと角度おかしくなっちゃってて、立たせれなくなっちゃってますね。はい。で、後ろの尻尾をくるんとこう曲がって、下に垂れてますね。他のティラノサウルスも、もう形はね、同じですね。尻尾垂れてて、あと、肌のこの模様がこう入ってますよね。で、口も多分全部同じような形だと思いますね。頭の形がね、面白い形になってますけど、こう4体並べるとなんか可愛いね、こうやって。じーっと見てると、なんかだんだん可愛くなってきますね。こちらね、恐竜バスボール5個ね、マスコットの方を取り出したんですけど、なんとトリケラトプス1体と、あとティラノサウルスが4体ということで、いや、まさかまさかの、ティラノサウルス4個被りということで、いや、ひどい結果でしたね。ラインナップ4種類しかないから、まあ、3種類はご紹介できるかなって思ってたんですけど、ほんと久々ひどい結果にね、なってしまって、すみませんでした。今回出ませんでした。プテラノドンにステゴサウルス、ぜひ皆さん、ゲットしてください。どんなのだろう、まあ、単色の色だと思うんだけどな。なんかこう色とかもね、どんな色だったのか見てみたかったですね。もう朝晩ね、寒くなってきたんで、お風呂に浸かる方もね、多くなってくると思うんで、ぜひ、バスボール、やってみてください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。